今年の長崎くんちの踊り町、銀屋町のシャチ太鼓。コロナ禍を経て10年ぶりに諏訪の舞台に帰ってきます。出汁にはシャチが乗せられ、担ぎ手たちは本番さながらの稽古に励んでいます。シャチ太鼓は太鼓の音で目覚めたシャチが荒波に翻弄されながらも力強く天に舞い上がり竜になる様を表現します。銀屋町が初めてシャチ太鼓を奉納したのは1985年。誕生のきっかけはこの3年前、1982年に死者行方不明者299人を出した長崎大水害でした。再びこのような災害が起こらないように、復興に立ち向かう人たちに吉祥が訪れるようにという願いを込めて、2020年に癌で亡くなった高木忠宏さんらが作り上げました。大水害で被害を受けた銀屋町では、側溝や町内を流れる宍時川の水はけを良くするため、くんちの出演者らが毎年年に1回掃除をしています。練習とかで使わせていただいている町内なんで、また少しでもきれいにして、町のためになればなと思います。今年初めて担ぎ手に挑戦する大野大輝さん35歳。高木さんを師と仰ぎ、過去2回は末太鼓で出演。この日、末太鼓のメンバーと高木さんの墓を掃除し、花を手向け手を合わせました。今までこう高木さんっていう存在があって、高木さんがいいっていうことをこう言ってくれたことがゴールだったんですけど、そのゴールがちょっと分かんなくなってるんで、みんなでこう試行錯誤しながら、少しでも高木さんの思い描いたシャチ太鼓に近づけるように頑張っていきたいなと思います。今月3日、シャチが出汁に乗せられました。汚れないようにさらしが巻かれています。大野さんは林方最年少の長男幸喜くんと親子で出演します。この日の稽古を楽しみにしていました。先輩たちから聞いてる話は、空気抵抗とかやっぱ上げた時に、乗せてる時と乗せてない時と全然違うらしいので、それを体感したいなと思います。町内を通り中島川を渡り、およそ10分かけて稽古場の中央公園に向かいます。この日は演技の終盤に披露する出汁を正回転、逆回転、正回転と連続でダイナミックに回す渦巻きを重点的に稽古します。かなりの体力を消耗する荒技です。難しいですね。いやまだそこまで分かります。重すぎて今日比べられます。担ぎ手の疲労で歌男林のタイミングが合わず、回転軸にズレが生じるなど、まだ課題は山積みです。最初の回れの一歩がみんな揃った時はセンターのズレ綺麗かった。1回目はね、今度逆回転するときはちょっとトントンってみんながずれたらやっぱりずれよ、センター。多分それはね、自分たちが一番分かると思う。特に中心のメンバーのそのこう入ってグッて上がって回るかな回らんかなって言うたら多分分かるやろ。軽くなったり重たくなったりとか、ずれたりずれんやったりで、その辺のところを今言わんば分からんと思って今高橋にちょっと言ってもらったけど、自分たちがやっぱり意識してからせんばできんことやけん、君たちの演技がね、君たちの演技ができんと成功せんけん、
担ぎ手さんたちのサポートを自分たちがしてるだけやけんが、ね、お前たちが主役やけんね。はい、ここを頑張って、はい、はい、じゃあ今から、そうね、シャチが乗るタイミングというのはものすごく早い今回ね。まあいろんなこうやり取りがあって今日初めてシャチが乗って上がるかどうかわからんけどちょっと上げの練習をしてみようか。歌合わせてしっかり上げてみろ。よし、乗りつけ。絶対両手ぞ。ビビンだぞ。上げは重さおよそ750キロの出汁を蓬莱湖の掛け声で真上に高く放り投げるシャチ太鼓の一番の見せ場です。もう遠慮せんでいくわけね、はい、最初から遠慮したらもう最後まで遠慮するけん、誰かがしてくれるじゃなくて一回投げろ、はい、まあ、あとどうにかなる、誰かが取る。今までの先輩方からのこの気合こうカツを入れられるのもはなんかくんちの当時と思い出したな、こんな感じだったなと思いながらちょっとうるっときました。よし、上げてみよう。行くぞ。出汁にシャチが乗ったこの日、長財から初めて揚げの許可がおりました。初めての揚げに皆気合い十分。果たして、真上に上がらず横に流れてしまいました。もう一度、なかなかまっすぐ上がりません。挑戦4回目。足が高く、そして水平に上がり、担ぎ手たちの手に収まりました。よーぞー、よし、初めてにしてよかった。初めてシャチを乗せて上げさせたけど、いいと思います。ただ、やっぱり歌をしっかり歌えないと、タイミングはもう歌でしかないですね。一人一人のやっぱり自覚というか、集中力が切れるとすぐグラ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 ってなるみたいな、そこは場数を踏んで反復練習でしょうね、はい、最初難しいかなと思ってたんですけど、もう考える余裕がなくてもうがむしゃらにやるのみだなと、ものすごく楽しかったです。お父さんどうだった？お父さんの姿かっこよかった。親子での参加は他にも、シャチ太鼓の花形一番棒の先頭を務める川村大志さんも娘のひなたちゃんと出演します。揚げの練習も始まったので、ちょっと前回を思い出しながらやっぱちょっと嬉しい気持ちはありましたね。無事にこのまま2人とも稽古積んで、無事に本番に一緒に出られたらいいなって、ただそれだけです、はい、最初投げられた時はジェットコースターに乗ってるみたいで楽しかったです。担ぎ手の支えになれるように頑張りたいです。今月9日、10年ぶりにシャチ太鼓が諏訪の舞台に帰ってきました。もともとはこっちの出身なんですけど、40年ぐらい離れてたんで、やっぱりおくんちが好きで戻ってきたんだなってこの音を聞いたら思います。この日は本番を意識し演技を通しで行う稽古です。
担ぎ手たちの表情もいつも以上に気合が入っているように見えます。しかし見とった感じメリハリが全くない。回る時の所作もう一回確認して自分たちで、上げのタイミングは自分たちが一番分かると思うけど、今日重たかったじゃない、重たく感じてない。歌を合わせてしっかり歌ってあげてください。日が暮れたとはいえ気温と湿度が担ぎ手たちの体力を奪います。加えて傾斜がかかった諏訪神社の踊り場に苦戦しているようです。石畳で全然違います。そうですね、やっぱ難、こっちの方が難しいなと思います。およそ1時間半の稽古、担ぎ手たちは汗だくになりながら声を張り上げ、本番の諏訪の舞台の石畳の感触を体に覚え込ませます。どの場所がっていうわけじゃないんですけれども、やっぱり諏訪神社で演技できることがすごい嬉しいので、その場所でしっかり演技できるよう今日練習したんですけれども、やっぱちょっとイマイチだったかなと思います。声が合ってなかったりするところでみんなタイミングがずれて、回れとか上げもそうですけど、ちょっといつもより出しも下がっていて、いつもより重たかったなと感じました。体力的にも自分との戦いなんでですね、自分が思う社地太鼓はやっぱり担ぎ手が一番の主役なんで、そこを意識して頑張ってもらいたいと思います。初めての諏訪の舞台を経験し、一歩一歩着実に成長している銀谷町の社地太鼓、本番まで3ヶ月を切りました。真夏の熱い稽古はまだまだ続きます。諏訪の舞台に戻って高木さんも喜んでるんじゃないかなと思いますけど、長澤としてどうですか。どうでしょうね、今日の練習はまだまだだよって言われてるみたいな感じはしましたけど、自分が見ててもやっぱり気持ちがいい、で担ぎ手も楽しんでる、演技ができてる時が一番高木さんも喜んでるんじゃないかなと思います。今日もこう空を見ながら高木さんに向けて声が届くようにという気持ちで声を出してました。よかったぞって言ってもらえるように頑張ります。